光輪にある穴子井の墓穴子井は、中国春秋時代の儒者。字の白魚でも知られる。孔子の長男で、孔子に、先立って死亡した。小に穴、ガール。孔子家語本政界によれば、穴子井は、孔子が20歳の時に生まれた。母は、閉館師。生まれた時に、路の将校が祝いに恋を送ったため、そこから名付けられたという。来期眉弓城には、 母が死んだ時に礼を外れて嘆き、孔子にたしなめられたと記されている。式孔子聖歌によると、50歳の時に死んだ。この年に孔子は69歳であった。孔子が諸国を放浪した後、炉に帰って間もなく、死んだことになる。論語先進編にも孔子が、アナゴイの死んだ時のことについて研究しているため、アナゴイが父より早く死んだことは確かである。アナゴイの死後、 その妻は再婚して、守るに引っ越した。子に穴があった。来真由美上に、獅子の姉について言及した箇所があるため、他にも子がいたかもしれない。論語都市古編によれば、孔子は自分の子であるからといった穴子に、特別な教えを施すことはなく、歌と礼を学ぶように言っただけだったという。北宋の数年元年、穴子を死水口に追風した。三島省 最年市局府市の降林にある甲子坊の東に、秋代に建てられた穴子いの墓があり、会所で、死水工房と刻まれている。ありがとうございます。